はいどうも、ホルモン島田チャンネルのプッチャー島田です。電動ドライバー、ポータブル電源、俺の塩島田、一家に一つあったら便利と言われるものってありますよね。そんな一家に一台あったらおすすめなものといったら生ハムの原木ですよね。今日はいい商品発見しました。それでは早速やっていきましょう。スペイン料理屋さんやイタリアン、ちょっとおしゃれなお店に行くと大きい生ハムの原木が置いてあって、かっこいいなーなんて思うことありますよね。この前コストコ行ったら、その生ハムの原木があったのですが、家庭用にはちょっとでかすぎたので、ネットでちょうどいいサイズを探して買いました。ハムとは本来豚のもも肉で作られた加工食品です。今はロースハムやプレスハムなどもも肉以外の部位などもありますが、肉を塩漬けして成形を行い、燻製と加熱を行ったものをハムと言われるのが一般的です。対して生ハムとは、決して生肉をそのまま使ったものではなく、塩漬けした後に乾燥と熟成を経て作られた食品のことを言います。つまり生ハムは加熱の工程がないため、通常のハムと区別させるために生ハムと名付けられました。今回はそんな生ハムの中でもハモンセラーノを用意しました。このハモンセラーノは白豚から作られる生ハムのことで、ハモンはスペイン語でハムのことを呼び、セラーノは山のという意味だそうです。イタリアのプロシュートディパルマ、中国の金華ハムと並ぶ世界三大生ハムの一つです。網から原木を取り出して付属の台にセットしていきます。袋から取り出すと一気に生ハムのいい香りが漂います。木枠にセットして穴に器具を入れていきます。この肉にネジを刺す子を置いて、ちょっとゾクゾクしますね。セット完了です。いやー、このくらいのサイズでも全然かっこいいですね。それでは試食がてらカットしてみます。説明書にはバイオリンを弾くようにカットすると書いてあったので、やってみます。ホルモン界の博士太郎とは俺のこと。なるほど、確かにそうですね。バイオリンを弾く感じでカットするといい感じです。まあバイオリン弾いたことないんですけどね。これ楽しくてどんどんカットしちゃいますね。小さいので子供でも楽しめそうです。一旦カットできたので、何もしていない状態で食べてみます。まずいわけないですよね。この塩気が病みつきになりそうです。やっぱりパック売りされている生ハムとは味が全然違いますね。この少し獣を感じるような香りが生ハム食べてるなって実感させてくれます。カットしたてという演出も美味しさレベルを上げています。今日はこれを食パンに挟んで食べてみます。まずは食パンにマヨネーズを塗ります。そこにレタス、トマト、モッツァレラチーズ、そしてハモンセラーノを乗せます。もう片方の食パンにもマヨを塗り挟めば完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はジュースジャンキーを飲んでみます。一見名前からしてジュースっぽいですが、これはベルギーのビールです。かなりマンゴーとかを感じさせるようなフルーティーさで、名前の通りジューシーです。アメリカ発祥のニューイングランド IPA ですが、どことなくヨーロッパも感じられるビールです。それではハモンセラーノを使ったサンドイッチ食べてみます。この組み合わせは間違いないですね。生ハム独特の濃縮された旨味と香りが口いっぱいに広がり、ランダムにカットした不揃いな厚さも食感を楽しめます。生ハムを入れることによって、普段食べるサンドイッチより高級感が増します。リッチな気分になれますね。今回サンドイッチにしましたが、そのまま食べてもいいですし、サラダに入れたり、メロンと合わせちゃったり、はたまたパスタやピザに乗せたり、ただご飯の上に乗せるだけでもいけちゃうかもしれません。やっぱりどう考えてもこれは一家に一台必要かもしれませんね。薄くスライスできなくなったら角切りとかにして最後まで使います。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。生ハムいかがでしたか？ただタワマンにプロジェクターに生ハムの原木を備えている男には注意が必要かもしれません。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。